このハンガーが欲しいので、このあ、すいません、なんかあの外でフリーマーケット見たんですけど、はい、あのなんかちょっとハンガーが10円のやつ欲しいんですけど。はい、というわけでスピーチューブ始まります。今日来てるところは世紀橋のね、あたりの方に来てます。ちょっと今日はまたぶらりぶらり歩いていこうかなということで、どうなんですかね、今日はもうそろそろで、真っ暗になるんですけど、ちょっと今日は歩いていこうかなと思います。中国っぽいミッキーマウスみたいなの映ってる。うまじゃん。笑う角には飽きたよ。え？リーマーケット全部行くね。ほんまや。買える。うん。しかもあの250円。見てもいいんかな。見てもいいの。お皿が、あ、お金入れるんだ。お金入れてここで注文してくださいみたいな。10円コード入ってね。システムが、このシステムがすごい気になる。小鳥の家、聞いてみようかな。すいません、なんかあの外でフリーマーケット見たんですけど、はい、あのなんかちょっとハンガーが10円のやつ欲しいんですけど、はい、どうしたらいいですかね。私ビンがあると思う。じゃあ、はい、箱の中に10円入れてくれたらいいよ。あ、わかりました。この紙ってもらってもいいですかね、袋の。そう、もらってもいいよ。あ、わかりました、すいません、ありがとう。あ、この小鳥の家って何なんですかね。うちところの日曜学校行ってキリスト教学校。わかりました、すいません。はい、わかりました、ありがとうございます、すいません。はい、ちょっとこのハンガーが欲しいので、このこれで
はい、というわけで買いました、ハンガーを。服は基本的には女性ものが多かったんで、ブランドの、ブランド ICB ブランドコムっていう、袋の中にハンガーをね、10円のハンガーを、これちょっと家で使おうかなと思います。なんかさっきのね、フリーマーケット、怪しいかな怪しいかなとか思った人もいるかもしれないですけど、その小鳥の家ってのがキリスト教のそういう支援というか、そういう場所なんで、このフリーマーケットとか、そのお金を貯めて恵まれない子にね、寄付する、そういうやつかなと思いますね。別に怪しいものではないと思いますね。はい、次は気になってたところをね、行ってみようかな。というわけで、この辺に何じゃこりゃ、高木ベーカリー、何や、駄菓子屋さんみたいな。ほんまね、この通りも結構有名なんですけど、いるのかな。あれ、あ、お前、あ、こっちにもなんかある。この幼稚園向けにやってんだね。こういうこと？うん。あ、でもまあ。はい、人がいるのかな。
ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。